自動車メーカーの支援がない完全なプライベーターとしてレーシングカーを製作、自身のドライブでルマン総合優勝を果たした唯一の人物、ジャン・ロンドー。その快挙は一体どのように成し遂げられたのでしょうか。皆さんこんにちは、モーター天国のレインです。今回は1980年のルマンで総合優勝を果たしたプライベートコンストラクターロンドーの歴史エピソードについて解説していきます。このチャンネルではモータースポーツや車の様々な歴史解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。今回はこのような内容を解説していきます。1946年フランス・ル・マンで生まれたジャン・ロンドー。幼い頃、地元で開催されていたル・マン24時間レースを見たロンドーはレーシングドライバーに憧れを抱き、ル・マン制覇を夢見ることに。そして夢を持ち続けたロンドーは1960年代後半にレーシングドライバーとしてのキャリアをスタート。1968年にはトロフィーアルピーヌに出場して上位入賞を果たすと、その後はアルピーヌ A110 でのサーキットレース、ヒルクライムなどでクラス優勝を重ね、経験を積んでいきました。そんな中、ロンドーが初めてルマン24時間レースに出場したのは1972年。資金を持ち込み、ガイ・エドワーズのチームからシェブロン B21 をイギリス人のブライアン・ロビンソンとシェアして参戦。中盤までクラストップを走るも、トラブルによりリタイアを強いられ、ル・マンの厳しさを味わうことになったのです。しかしこれを足掛けに、ロンドーは1974年からル・マンへ毎年参戦を果たすことに。プライベーターチームからシートシェアを受ける形で参戦し、74年はポルシェ908で参戦し19位完走。75年にはマツダ RX3 を操り参戦するも、リタイアに終わり、上位進出を果たすことはできていませんでした。しかしそんな中、ロンドーはこの年、イギリスのブリティッシュレイランドシリーズのレース中に大事故に見舞われ、リハビリを余儀なくされることに。この時療養中に自身の活動と将来計画を見直したというロンドーは、コンストラクターとしてル・マンに参戦を続ける計画を構想し、わずか数ヶ月後にはル・マン近郊のシャンパーニュに拠点を構え、レーシングカーの製作を開始していたのです。こうしてル・マン制覇を目指していたロンドーの野望は、自身の作ったマシンでル・マンを制覇することに変わり、その後のさらなる挑戦につながっていきます。するとロンドーはファクトリー設立からわずか半年ほどで、76年のル・マンに参戦するグループ6レーシングカーを開発。フランスの壁紙会社イナルテラがスポンサーとなり、イナルテラ GTP と名付けられたこのマシンは、ロンドー自身が設計開発を手掛けた最初のマシンで、オーソドックスなスペースフレームシャーシに F1 でも当時重宝されていた V8 のコスワース DFV エンジンを搭載。この年のル・マンでは2大体制で参戦を果たし、ドライバーにも F1 優勝経験のあるジャンピエール・ベルトワーズ、70年代前半にル・マン3連覇を果たしていたアンリ・ペスカロロらをドライバーとして招聘することに成功するなど、本格体制で参戦することに。ロンドーもそのうちの1台をドライブすることになったのです。するとこの年のル・マンでは、ロンドーの操るマシンが GTP クラス3位、ペスカロロ、ベルトワーズが操るマシンがクラス優勝を達成する快挙を成し遂げ、一躍注目を集めることになったのです。すると1977年はイナルテラ GTP を3大体制で参戦させ、今度はロンドーとジャン・ラニョッティがドライブした88号車が GTP クラスで優勝。最後のピットストップでのロスにより、総合では惜しくも表彰台を逃す4位となりましたが、ロンドーは大きな手応えを感じていたのです。しかしこの年、ロンドーに資金援助を行っていたイナルテラが買収され、新オーナーがレースへの支援をしない方針であったことから、イナルテラからのスポンサー契約が打ち切られることに。順調に活動を続けていたロンドーでしたが、翌年以降の参戦が危ぶまれる事態となっていたのです。メインスポンサーの撤退によって参戦が危ぶまれたロンドーでしたが、1978年も参戦を継続。前年までのマシンを2台売却し、なんとか資金を確保すると、この年は新車
ロンドー M378 を開発し、ル・マンに投入されることになったのです。M378 は前年までと同様、アルミスペースフレームシャーシにグラスファイバーボディの組み合わせに DFV エンジンを搭載しましたが、重量は先代の815キロから760キロへ大幅軽量化。エアロデザインも見直され、大幅に進化を遂げることになったのです。すると、この年もロンドーは GTP クラスで3年連続のクラス優勝を達成。この頃にはすでにロンドーは有力チームの一つとしておなじみとなりつつあったのです。そして翌1979年には M378 を改良した M379 を製作。この年のル・マンは前年の王者であるアルピーヌのワークスが撤退したことでプライベーターの勝利のチャンスが高まっており、ロンドーは総合優勝を狙い、グループ6、GTP の両方のクラスにエントリー。しかし、この年はグループ5のポルシェが完全勝利を収めたこともあり、優勝を争うチャンスはなく、ベルナール・ダルニッシュ、ジャン・ダニョッティが操るマシンが総合5位、グループ6のクラス優勝にとどまることに。ロンドー自身が操る GTP クラスのマシンは、クラッシュを喫しリタイアに終わり、夢の総合優勝とはならなかったのです。そして1980年、この年は M379 の空力を改良し、ダウンフォースが向上した M379B を製作。この年も3台の M379B をグループ6クラスから2台、 GTP クラスから1台参戦させ、総合優勝を狙って戦うことになったのです。するとこの年のル・マンでは予選でペスカロロ・ダニョッティ組の M379B がポールポジションを獲得。ロンドー助走組も5番手につけ、優勝争いが期待されたのです。レースではペスカロロ・ダニョッティ組がレースをリードするも、夜間にエンジントラブルに見舞われ痛恨の脱落。ロンドー助走組も上位をキープしていたものの、ジャッキー・イクス・ラインホルト・ヨースト組のポルシェが前に立ちはだかり、厳しい戦いが続いたのです。しかし朝になった頃、トップのヨーストポルシェがミッショントラブルで修復に時間を要し、タイムロス。これによりロンドーがトップに立ち、レースをリードすることに。ロンドーのマシンは後半水たまりに乗りコースアウトを喫し、大ピンチを迎えましたが、それを追うポルシェも同じ箇所でミスを犯し、なんとかピンチを逃れることに。最終盤には雨が降り出し、ポルシェとタイヤ選択が分かれたものの、天候はロンドー有利の方向に向かい勝負あり。ロンドー助走組の M379B がトップチェッカーを受け、メーカー支援のない完全プライベーターのロンドーが自身のドライブでル・マン総合優勝を果たすという史上初の快挙を成し遂げたのです。こうして幼い頃の夢を叶えることになったジャン・ロンドー。ル・マン優勝をきっかけに多くのスポンサーを獲得することになったロンドーは、翌年以降もル・マンへの参戦を続け、1981年には5台のマシンをエントリー。この年も数台のマシンが上位入賞を果たすことになりましたが、レース序盤にはロンドーから出走したジャン・ルイ・ラホスがクラッシュを喫し命を落とし、暗い影を落とすことに。翌1982年には新たな野望としてスポーツカー世界選手権でのマニュファクチャラーズタイトルの獲得を目指し、ル・マン以外のレースにも積極的に参戦、モンツァ1000キロレースを制するなど、ポルシェとタイトル争いを展開し、2位となるなど、有力コンストラクターとしてその活動は続いたのです。しかし、1983年になると、ポルシェとの争いが発端となり、ドイツ系スポンサーが撤退。さらに、この年の新車 M482 が、ターボエンジンやグラウンドエフェクトなどのライバルの技術革新についていけず、厳しい戦いを強いられたことから、ロンドーは参戦休止を決意。その後もロンドーのマシンは売却先のチームらによって80年代後半まで活躍することになりましたが、チームはその活動を終えることになったのです。そしてロンドーは思わぬ形で生涯を終えることに。1985年の末、シャンパーニュ近郊の踏切を車で渡ろうとしていたところ、急行列車と接触事故を起こし、39歳で他界。思わぬ形でその短い生涯を終えることになったのです。ル・マン唯一の偉業を成し遂げたジャン・ロンドー、その功績はあまりに偉大なものでした。いかがだったでしょうか。
今回は1980年のルマンを制したロンドーのエピソードを解説しました。このチャンネルではモータースポーツや車のさまざまな歴史解説動画を扱っていますので、よろしければチャンネル登録をしておいていただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で。